ちょっと私はうすうす嫌な顔がしてきましたよ。これ道間違えてね。こんなビルありますね。わらび横みたいなのが書いてありますけど、全然読めないですね。なんだろう、わらび横なんかな。何？下に書いてあるな。名古屋モスク、あ、モスクか。モスクか。あ、モスクってことはもうまんまアラビアやな。じゃあアラビア文字で間違いなさそうですね。しかも結構正真正銘のですね。このところにモスクがあったんですね。やっぱうちらね、モスクって言うと、気をつけましょうね。結構ね、最近自転車がピューってくるの多いですからね。私なんかもクバトって赤信号のところをね、ピューって渡ってこられたことにな、ちょいちょいあります。どこって、あれですけど、結構ありますよね。あのまともと帰るとか走ると結構あるんですよね。あそこ危ないですかね。結構まともと帰ると4車線になってね、車を飛ばしてくれるのも多いですからね。実際に結構引かれて結構重篤な事故になっていることも、多いですからね。あのまともと街道の一つね、横の筋のところは事故が多いので有名で、見張りをしているのでも有名ですが、伸びるアイス見てな、暑いな。あ、こんにちは。あ、このタイプでこれがイスラムのお店ですね。中東通りだかな。ガンダーラやからこっちはインドかな。そこではさっきさ、冷たいお酒もいいな。暑い、暑いよ。なんだこれ、なんだこれ、なんで、なんでこんな、え、なにこれ。あんま脇のお宅つくのもあれで乾杯してませんけど、あ、そんでおられるお宅みたいですけどね。なんなんでしょうねこれ、えらい散髪屋さんセットが揃ってますけど、散髪屋10店舗ぐらい開けるんちゃうかってぐらい揃ってますけど、どんだけ回したいんでしょうね。なんなんでしょうね、バカな。で、ここら辺まで来るとな、いろいろね増えてきますけど、こっち行ったらいいかな。まあなんか松原町って言われてもピンとくないな。それにしてもここすごいですね。あまり政治的なポスターを写すのはあれかもしれませんけど、よく見てみるとこれ、ね、一番端っこは町内会やからあれとして、立憲民主があって、公明党があって、自民党があって、共産党があって、幸福実現と、すごいですね、すごいですね。あとは令和新選組と N 国党ですかね。あ、社民党もね、国政制度のまま残ってましたね。社民党のね、ポスターもぜひ貼ってあげて、みんなね、フルコンプしてほしいところですね。面白いな。あんだけ貼ってあると潔いな。しかも町の広告掲示板の周りにね、あ、まあそのね、横のところは、私有の建物ですからね、あれなんでしょうね。面白いなこの街。いろいろあるな。そろそろ公園かなんか見つけておにぎり食いたいんですけど、ね、というかこれ本陣じゃなくて中村日赤の方行ってねえか。なんか本陣もう過ぎてしまったような気がするんだよな。ちなみに本陣はね、一回歩いて行ったことあるんですよね。真夜中だったんですけどね。今ね、あの何をしとるかというと、まあ、あの今から友達のね、ところの方にですね、テクテク行ってるわけですけど、まあ、その友達にでね、一回夜にね、ちょっと歩く羽目になってることがあって、結構終電間際でね、ヒヤヒヤしながらだったんですけどね。ちなみにここ安いですね。24時間400円、あれ安い、めっちゃ安い、すごいね。これ安いところはね、ニアリーコールでですね、200円まで下がってくるってことはね、これね、駅から離れてるはずなんですよね。駅の近くやとさすがにこの辺りでも400円のことはないと思いますからね。あが、飲み物飲みて、ちょっとそろそろ
これほどおじさん喉が喉というか熱中症限界ですよ多分。いや帽子持っててよかったな。食事もずっと当てとるでね、あとそう今回はねわざとらなんか変なのあるやん。変なのちょっとなんかわらび工房わしが合うんやった。わらび工房なんなんわらび工房って、気になるけどな。看板の中ね、新しい感じに書いてありますけどね、やってないのかな。この時間がやってないのか。だってこの暑い中わらびって聞いたらね、わらび餅ね、わらび餅ですよね。わらび餅のイメージしかわからないですよね。わらび餅わらび餅ってこれなんかでも結構ローカルらしいですけどね。うちらのところはたまに来てました、ね、たまーにでしたけどね、そうあまりたまりなんで来るとね、わらび餅やーと思ってね、行くんですけどね。まずそういうのね食べるとね、新品には冷やしてあるんでね、美味しいんですよねわらび餅って何なんでしょうね、わらび餅の魔力というのは。安いのに売ってるのもあれですし、まあ、やっぱあれピンキリありますけどね、わらび餅は。あれこれあかんなぁ、これ無駄にしてきどころか中村公園の方向かっとる気がするな。だって鳥居通りって出てきたもんなぁ、あかん鳥居通りやん。そんなに地名詳しくない私でも鳥居通りは分かりますよ。これもほぼほぼ中村公園、この辺りはね仕事で来てたから多少知ってるんですよ。よいしょ、あれボタンの反応が悪くなっとるなこれはわあやっちまったな。多分だってやや見慣れた光景やもん、この辺り間違いない。本日中村日跡ぶっ飛ばして完全に中村公園の方に向かってしまっとるな。やってしまった。あれで、あでも本陣調剤薬局出てきてたな。本陣は本陣なのかな。いや違うな、これ違う。だって鳥居通りだ、通り通りをすのこの通りをスーッと行ったら中村公園のはずなんやもん。市バスのバス停あるよ、見てみるやろ、通り通りやろ、こんなお腹のようなとこへて本陣もうほら通り越しとるね、もう通り越しとるがねね、方向橋とか、まあ方向的には別にいいんですけど、友達に連絡してみましょうか。まあそれらが十分ありました。わらび屋とかで、まあ、気になるお店もいっぱいありましたけど、もう11時39分なんですね。もう全然これ昼飯やん俺さあ。いやー飲み物がいる、飲み物もいるけどトイレもしたいし、まあこっちから外れたね。松ぼっちになったらですね、コーヒーの松屋、松屋コーヒー使ってるんですね。何だ、障害学習センターか、ここ。障害学習センターの中の飲食コーナーなんですよね。軽食も来るようになってるんですよね。これ何の店、本陣の森、なんか飲食できるようになってるみたいですけど、そうこういったイートインスペースがある弁当屋さんってどうするんでしょうね。今回から系列店でややこしくないじゃないですか。なんかね、いわゆる外食っていうね、食べるものになったら、ね、お店で注文してお店で食べたらそれは 10% だけど、家にテイクアウトしたら 8% になるんでしたっけ、ね、
あれ最高にやってほしいですよね。結局系列限定ね導入したことによって結構値段が上がったりね、あのシステムの管理費とかがあちこちでコスト高になってしまって、全然あのその系列限定の恩恵を受けれやんのやないかなっていう話がね出てましたけど、いやその分結局価格に反映されてしまうっていうね、事態になるんじゃねえかっていうので、ね、結構ね、困ったことになるんですよね。これ何が困るって、これは結局、そのコストのところが人件費にとってね、あの国民がね給料になってね、出てくるのであればね、あのまだいいんですけどね、それ以外の諸経費のところでかかっちゃうんですからね、そうするとあまり経済的には非常によろしくないことになってしまうんですよね。消費の落ち込みに非常に悪い影響を与えてしまうと、ね、もう気になるところですけど、これあっちいいな、あっ